はい、皆さんこんにちは。還暦想定入門者新米シングルスカラーが相模湖よりお伝えいたします。今日は2023年5月の1日になります。今日午前中、相模湖でシングルスカルを 13km 漕ぎました。私の累計はですね、5223km になりましたということで、今日は、高齢者何人かな、ダブルスカルが1艇とシングルスカルが 1,2,3,4艇ぐらいかな出ました。つわものどもの夢の後で、今12時ですけれども、皆さんお帰りになったというところです。今日もいい天気でした。まあ、ちょっと風がですね、風が、風どこだっけ、ああ見えねえな、あんな感じですかね、ちょっと見えづらいですかね。まあ、今45度ぐらいになってます。以上。